はいどうも皆さん、こんにちは、ゆきです。さあ、週末のライブ配信を始めていこうかなというふうに思うとる次第でございますがえ、1時間ぐらいですね、まあ13時頃まで、えー、やっていこうかなと思ってます。まあ週末のお昼時ですので、えー、<laughs> 見れる方も少ないでしょうということで、あえてライブ配信をしていく、えー、このスタイル、えー、やっていこうかなと思ってます。えー、本日がですね、6月の25日土曜日、週末、時間が皆さん見ているリアルタイムでございます。午後12時。 えー、まっぴまでございますね。お昼タイムはウキウキウォッチングしていただけたらなというふうに思ってます。えー、今日の動画は、えー、このライブを見てですね、参考になったな、ためになったな、面白かったななんて思っていただいたあなたはぜひですね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、えー、そして通知をオンにして、えー、チャンネルそして動画の応援をどうぞよろしくお願いいたしますよということで、いやー、早速ね、始めていこうかなというふうに思います。ちょっと待ってな。まずはみんなに声が届いてるかどうかチェックせなあかんからな。 マイクテストから入りますよ。マイクテストマイク、はっ、あ、はっ、あ、はあ、はあ、え声。ああ、いいですね。はい。聞こえてますね。よろしくお願いします。ああ、だいぶ遅れて聞こえてきますね。はい、オッケーです。はい、ちょっとあとはね、えー、ツイッターで、えー、共有だけしときます。お昼のライブ配信を 始めます気まぐれクックですはい OK さあさあさあもう週末ですねなのでえっと明日は、ね、いつも通り動画はお休みですのでよいしょ ご理解くださいませということでございますが、えー、今日も今日とて、えー、軽くねビットコインイサリウムリップルート、えー、チャドト分析しておこうかなと思いますさあ週末皆さん楽しんでますかえー、もちまるもちまるくんの切りもちこんにちはこんにちは一番乗りありがとうも,もちもちまるちゃんね多分これは猫ちゃんの名前なんかなうん僕ね子供の時ねほんまねあのー、結構強めの猫アレルギーでね まあけど猫アレルギーというかね多分その野良猫ちゃんとかを触った後にねこう目を触っちゃったりとかすると手も洗わずに目触っちゃったりとかするとあの眼圧が下がるっていうねんけど白目がねむにゅむにゅなってくんのよそれがねトラウマでねだいぶこう猫から遠ざかってたんですけど最近ねまあ確かにちょっと喉はイガイガするから多分猫アレルギーアレルギーなんやろうけどまあマシになってて別にあの何て言うんかな この飼,って飼ってる猫ちゃんとかは特に問題なくなったかなと思うんですけど可愛さはわかんないねえ可愛いいなと思うねんだけどどうしてもその子供の時のそのもうほんまね黒目がね沈んでくんよ白目の中にぐじょってもうそのねトラウマがね忘れれなくてね特にやっぱ野良猫は今もちょっとこう遠巻きに見ちゃう <laughs> 怖くなっちゃうから <laughs> はいそうなのよおはすきまこんにちは偶然一番乗り一番乗りが2人おるね到同着1位ということでいいでしょう 平和に。ねえ。ナンバーワンじゃなくて、オンリーワンになっていこうよということでね <laughs>。やっておりますが。おっ、ててちゃん、こんにちは。ほんまやね、久しぶりやで。楽しんで帰ってください。あハスキボーがやられたかということでね。まあ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 、数秒でしょ。ねえ、一番。ねえ。えー、声ありがとう。もうナンバーワンにならなくてもひひ。ねえ、もともと特別なオンリーワン。ということでね、オンリーワン目指していきたいなと思ってますよ、僕もね。<laughs> はい。 えー、ライオンちゃんこんにちはえー、はずきまさんえー、そのユキさんそのシャツをお気に入りですねかっこいいですよそうこれねめっちゃかわいいのよただねもうねちょっとね俺ディーゼル離れしてんね最近デザインかわいくなくなったしさめっちゃ値段上がったしさ全然いいとこなくなったのよねこの時のディーゼルが一番良かったほんまにこれねプロシャツなんですけどエリだけねあのデニムなんですよねこれめっちゃかわいいそうなのよあ日暮らしの仲良にこんにちは いつもの癖でポチッとしちゃった。<laughs> いらっしゃいませ。はい。あ、皆さん、あの、ポチッとついでにね、あの、グッドボタンもポチッとしてくださいね。よろしくお願いします。さあ、皆さん、楽しんでますか、週末は。僕はね、今日はね、あの、まあね、メインチャンネルというか、メインチャンネル、これメインチャンネルやわ。あの、いつもの動画でも言ったけど、ちょっと今ね、奥さんの、あの、新しく、えっ、ー、と、始めるね、リラクゼーションサロン。 うのね、用意とかでちょっと僕もバタバタしてるんですけどまあちょっとね奥さん車運転できんから僕はね車出してあげてまあそれこそねあのニトリ的なニトリとかそういうえっ、ー、とイケア的なもの、えー、とこ行ったりとか今日もこのあとね行くんですけどでまあ奥さんのねあのー、仕事するデスクとかまあ、あとはその突っ張り棒、えー、でこうカーテン敷くやつとかまあ見に行ったりとか結構ねあと家電よ家電ねえ大変。 もう今はねちょっとそういうので僕もねバタバタしてるんでなかなかね落ち着いて、えー、動画配信もできひんしライブ配信もできひんしまあそれこそあのサブチャンネルがねずっと滞ってるのがそれが僕は一番嫌なんですよぶっちゃけもうほんまにあのー、ほんまにねもうねあのー、ゆで卵はねもうおいしいねーほんまにもうね坂東エイジですけどもえー、っとですねえー、そうなんよほんまにもうね <laughs> あのー、もうサブチャンネル早取りたいそれだけ よいしょ。えー、青コウコちゃんこ、おはよう、こんにちは。えー、今日は真夏に、そう、めっちゃ暑い今日。ただね、部屋を今ね、ちょっと寒くしすぎて大変なことになったから、ちょっと温度上げた。<laughs> こうやるな、寒い。<laughs> はい、えー、っと、お、ダシちゃん、こんにちは。 4時間視の BTC 逆算とかののがすごく気になるといですね。まあ一応けどね、最初に、まあ今から、まあね、あの、いつも通りチャート分析していくんですけど、まあここが土日ゃっていうところは忘れたらあかんというところでね、一応ね、まあ日本の土日がそこまで関係あるとは思われへんねんけど、やっぱね、土日はね、あのー、どうしても小動きが鈍るというか、シュッていくから土日は。 まあただね、まあ、確かにそのバブルって言われた時、みんながバブルだバブルだって言ってた時は、まあ、確かに土日でもかなりのボラティティをね、言うしてたんですけど、正直今のところはやっぱり土日やなっていう感じのところがあるから、もうほんまに土日はね、あの自分のことやるのが一番いいと思うよ。うん、無理にチャートばっかり見んとね、リア充した方がいいと思う。うん、まあ、特に僕はもう日曜日休みって決めてんねんけど、これま、あいろんな理由があって、あの、確かに日曜日は、あのー、動画を見てくれる人がまず少ない。 まあやっぱりみんなね、あのー、家庭があるし、ねあのー、恋人とねデートしたりとか、デーティングスターティングしたりとか、ね家族サービスがあったりとか、ね、えー、やと思うからっていうのもあんねんけど、まあ、まあそもそも動かへんから、チャート分析するあれがないっていうね、うんところがあったりするんで、まあ一応日曜日を僕は休みにしてるんですけど、まあなのでそんなになんかこう日曜日休みで失敗したなっていうのはないかな。まあ唯一言うとすれば、あの街に出たら人が多すぎるっていうぐらい、平日の方が休み楽やんっていうえぐらいかな。はい っていうところです、はい、なのでまあ土日っていうところは抑えつつなんですがまあ一応まあ僕はねあの基本的に基本に忠実というか僕の基本に忠実な僕の基本ね僕の基本やで、ね、僕の基本に忠実にね、えー、チャードムズしていくだけ,だだけなので、えー、チャードムズ席していこうかなと思いますそうなのよそうもうねほんまにねもうねパンパンもうねお前らねもう俺の弟子やったらもうお前らパンパンやからもうこれねえー、巨人ですそう えー、これは基本的にはね、巨人師匠でやらせてもらってもらったんです。そしたらですね、まあ、たまたま本番にもっていう言葉が出たんでねあの、バンドエイジということになりましたが、基本的には巨人師匠でやらせてもらっています。パンパンですということでね、やっていこうかなというふうに思います。さすがマルコよくわかってる。 はい。これは巨人さんですね。はい。あのー、巨人師匠を何とかバンドエイジにせようとした結果、ほぼ巨人残りやったということですね。はい。えー、っと、はずきも逆三尊弱い気がします。まあ、右肩下がりの逆三尊っていうもの自体が基本弱いんで、まあそこはちゃんと押さえとかなんかんかな。うん、とは思います。おー、ちえちゃんこんにちは。久しぶりに参りました。おー、間に合ってるよ。楽しんで帰ってください。えー、ライオンちゃん、バラどうぞ。 花枯れてるあ夏枯れれててるあ夏相場ってことちょっとわからんぞそれは <laughs> ちょっとこれのこれの花しおれてるぐらいだけじゃちょっと俺にはわからんかなうーんえっ、ー、とハスキーボー250ぐらいでロング仕込んでるんで、えー、理覚してさらなる、えー、そこを待とうか悩み中です250ってことは2万5000ってことやろ含み損中ってこと今うん <laughs> ?250 でロング仕込んで205ってことかな 2万500ってこと ?250 や、2万5000やと今含み損やもんね。理覚してさらなる底を待とうか。損切りをしての逆ちょっとわからん。まあいいや。はい。まあけどそこがね、どういう風な底を作ってくるかっていうのはほんまにまだ全然見えてないんでね、こっからもう一段下がってくるなんて余裕ではありえるし。うん。そうなってきたらほんまにね、ほんまにねって言ったらもうバンドエイジしか今出てこへんくなったけど、まあ1万割る可能性も全然あるから。 まあそこまで見とかなあかんけどまあ一応ねまあ昨日の動画でも言ったけどまあ基本的にはまあそこというのであればまあやっぱ冷やしレベルねこれぐらいのねもうほんまにあのハンマーバキぐらいのサイズのねあのおつんつんチャートは出てこないとやっぱりこれぐらいじゃないと多分そこは作れないと思うんですよねうんあのねあのー、このせいこれを書いたせいかどうかちょっとわかりへんねんけど この前、あの、言うの忘れてんけど、面白い話をみんなに伝えるの忘れてたわ。2週間前ぐらいかな。急にね、YouTube からメールが届いて。で、まあ、いつもね、その、なんかニ、ニュースレターみたいなの来るんよ。ね、あのー、あなたのチャンネル、こんだけチャンネル登録者数増えてこんなんあったよ、みたいなのが来んねんけど、なんかいつもと様子が違うくて。まあ、けど英語なんですよ、YouTube。それちゃんと日本語にしてくれと思うねんだけど、日本人宛てにね。 なんかいろんな言語をさやってるくせになんでメールだけ必ず英語やねんって思うんだけどまあ、あの英語で来るんですよで。あれなんやろうと思ってほんならなんかそれを直訳するとねあなたの動画があの年齢制限がつきましたみたいなのが来たんよ。しかも2021年去年の8月ぐらいの動画でしかもライブ配信やけど。 あれかな俺のおつんつんチャート書いたんかなと思ってんけど去年の8月ぐらいのライブ配信に年齢制限つけんないよと思って18歳以上は見れませんみたいなさついてびっくりした俺脱いだんかなと思ったけどそんな記憶もないしなと思ってあのー、ついてましたきっちりなのでまあ一応もうそれは削除しましたけどねはいめんどくさいなとあとなんかね言われてもはい、まあ、なのであんまりねおつんつんおつんつん言うともしかしたらまた年齢制限つ,れつけられるかもしらんからあんま言われへんけど まあ、もう言った、もう一回言ったし、書いたけどな。はい。まあ、というところで、まあ、一応、もうこのあの、日足レベルでの、まあ、逆三層レベルは必要かなと言っても、今、みんなが言ってる逆三層って、まあ、4時間足であって、あの、全然、まあ、言うたら、えー、上位足の日足、下足、月足には、まあ、影響を及ぼすぐらいまでは来てない。だって、もう、これ見てもらったらわかるやん。今の4時間足の話してるところって、これやで。これ。もう、言うたら、だからもう、 えーと西遊記のさお釈迦様の手の上でねビューンって筋トーン乗って「どうだお釈迦様どないやねん」言うてる悟空と一緒よ今うんだからもう全然まだあのそんなに影響を及ぼせるぐらいのえー、と逆三尊のサイズ感ではないのでまあそこはまず押さえとかな,なんかな短期なんですよずっと言ってるけどね短期の、えー、見方になってるというところですねはい坂東栄治の、えー、花を指さしてる写真ネタでしたわかるかいなフだもん <laughs> 誰が分かったんや <laughs> ライ<オ>ンよ <laughs> そのネタ誰が分かったんや <laughs> ほんまに。どえらいマニアックなネタ放り込んでくるでそれ <laughs>。じゃあほんまもしそのねライオンちゃんのこの矢印この花の絵文字であそのことですよって分かった人おったらまずぜひのこのチャットにコメントしてほしい。<laughs> チャットしてほしい。<laughs> ほんまに <laughs>。誰が分かったんやうん。<laughs> あっ350万円ね。はあはあ、なるほどね。うーん、なるほど、なるほど。まあまあまあ、うん、どうやろうな。今って結局、ちゃんとやっぱり利確積んどかんと、まだ言ってもどっちに行くかって方向が僕の中では出てないと思ってんですよ。対局でね。うん。あのまあ、パトさん的に言うと、ソラパトラッシュメインですよ。うん。やし。 うん、もうけど結構ねあの名の売れてる方がもうすでに結構仕込んでるっていう話を聞いたりとかまあけどそれが全てじゃないよ絶対その人は全部情報出してるわけじゃないから丸飲みするのはどうかなと思うけどうんまあ結構のねあの何、ー、て言うんかなつわモのつわモのトレーダーがロングロングというか現物も仕込んでるしロングも入ってますみたいな感じのね話もしてたし。 うん、だからまあ、うん、角の期待は禁物やけど、まあ、確かに4時間足レベル。まあ、言うたら、言うても時間足レベルではよあ上位足ですよ。はい。の、まあ、4時間足で逆三層が出て、で、それがまあ、ある程度決まってるってことを考えると、まあ、ここから否定型が出たらね、分からんけど、否定形が出たら分からんけど、うーん、多少の一時的な反発、上昇は僕は見てます。うん、見てる。 で、どこまでじゃあ見てんのっていうとこなんですけど、まあやっぱり一番はこれの4時間ですよね。えー、4時間じゃない。全、ど、何を言うとした今。<laughs> 冷やしね。冷やしのこの水平、直近のこの下髭の先と、えー、直近の高値の切り下げラインの交わるポイントなんで、2万5000ね。ここまでは見てる。ここまでの反発があっても、全然おかしくないと思ってるんですよ。うん、ここまで逆、逆に言うと逆に言うと、反発、戻しなんですよ。戻り高値になる可能性があるから、こういう流れは全然予測はしとかなあかん。 一旦2万5000まで上げてきといて、みんなの期待を、えー、しっかりとねあ、うわ、やばい、爆上げやん、期待やん、期待やん、わっしょいわっしょいやんと思わせといてからの、えー、1万割れあの、ここまではちゃんと,、えー、と頭の中には描いてます。そうなると、まあ、なんていう、そう本当にそうなった時にあに、パニックにならなくて済むからね。はい、で、そこ超えれたら、ようやく、まあ、上ね、ある程度出てくるやんけど、それでもやっぱ3万 2000?3 万500くらいまでかなこの角度で上がっていって3万 500? 3万1000弱ぐらいかなと思います。で、ちょっとこうね、あの、じわじわ上げてきての2万8000ぐらい。え、ちょいちょい,ちょい横軸間違えたけど、この辺この辺は狙ってる。この2つぐらいかな。この、どっちみちこの赤のトレ、えー、トレンドライン。高値の切り下げラインを超えてからが、僕の中ではウェイクミアップなので、ブレイクアップって言えるかなと思ってるので。 うん、対局で見るとねこの辺までは、えー、しっかりと理解した上でどこまで行ってもた戻り高ねえだとだってここまで上げて2万8,0002万9,000、えー、それこそ3万まで上げたとしてもそっからの、えー、1万6,000までの下落っていうのがまだ見れるわけやからじゃそこに関してはしっかりとえっ、ー、とー最高からの最悪もそうやしこっからの最悪もそうやし全ての、まあ、パターンを網羅しとく方がいいのかなとは思ううん僕的にはね僕的には。 ティキテキボンバイやけど。うん。まあ思ってますよ。という感じです。はい。えっ、ー、とー、ワニちゃん。えー、そう。あの、ただ、あれよ。あのー、もろには言ってない俺。もう基本、ツンツンやからさ。ツンツンの方やで。な、んもみんなが何をなんか急に考えて下ネタやと思ってるんか知らんけど、俺のツンツンっていうのは、このツンツンってことよ。全然そんな、もう下ネタとか俺、基本言うタイプじゃないからさ。あのき、下ネタなら、もう基本、現金。 <laughs> 下ネタ現金ってもう玄関のあのドアに貼ってんねんから <laughs> だからもうそんななんか下ネタ言ったつもりはなかったんやけど YouTube には下ネタ判定されたよね <laughs> そうなんですよ大志ちゃんえ表現の自由が奪われることは許,せ許されませんな<笑><笑>そうやな、まあ、それ言い出すと今日本のねその何 AV 新法みたいなのあるやんあれもなんかね表現の自由な気はせんでもないけども<笑><笑>分からんけどな はい、そうまあ表現の自由ってすげえ難しいよねおいおいそれってほんまに表現の自由かいって思うこともあったりするしなそこはちょっと難しいよねうーんミム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 ちゃんはいよろしくお願いします、えー、WSRT、えー、ユーキーズに参加させていたおありがとうございます 共に戦いましょうぞ、まあただ僕はいつも通りの動画しか出せへんけどな <laughs> も,うもうだってこもう言ったやん俺今年の WSOT はチームリーダーになるつもりじゃなかった一切ほんまにシュンちゃんにお願いされへんかったらなんか最近シュンちゃんさもうあれ胸だたるインフルエンサーさんとばっかりなんかイチャイチャするやんもうやきもち焼いてたからもうシュンちゃんから連絡こうへんかったら俺もう今年の WSOT はチームリーダーになれへんぞと思っててんけどまあ結局いやそら来たわな まあまあけど、今年はね、もうやるつもりなかったんで、もう YouTube のみの宣伝にしてるから、今まで27人かなうん、ぐらいのね、チームメイトがいらっしゃいますけど、もうほんまに多分0100やと思うんすよ。もうずっと言ってるけど。ただもう追加入金とか1000でいいで。あの、無理にね。もう解けたら終わり。で、考えて。で、僕もそうやって考えてるから、まあ上、上振れしたら、あのー、ええー、し、下振れしたらもうそれで、ね、お小遣いの6万円なくなっちゃいました、で済むし。 ね。そこからもう追加追加ってしてしまうともう再,再現なくなっちゃうから。あのー、僕の、えっ、ー、と、チームの、ユーキーズのルールとしては、追加入金なし。ね。あのー、余剰資金。楽しくお小遣いの中で、ね。ワイワイガヤガヤしましょうよと。はい。いうところでございますので。えー、そこはですね、忘れずにやってください。はい。えー、ノちゃん、ノリオちゃん 能力ちゃんねえ、能力ちゃんだよっていうね、言ってるけどね。こんにちは、えー。初めてのライブ遊びに来ました。仮想通貨初心者で負けてばかりで。ああ、なるほど。あのー、みんな負けてます。はい。もう全員負けてるんですよ。初心者の、初心者というよりも中上級者ですら負けんねんから。あ <laughs>、あのー、初心者の人が負けて当たり前なんですよ。まあ、どんだけこうね、経験を積んで、それを未来につなげれるかっていう話で。負けて終わったらもう必ず負けやけど、もう死ぬまで含み損やから。 <laughs> もう、もう、名言やと思うねん。死ぬまでは含み損。死ぬまで続けたら、含み損のまま死ねんねんから。もう、含み損のまま、ね、あの、人生を終える方が楽やん。まあ、含み益になるかもしらんけど。はい、なので、まあ、基本的には、その、やめてしまうと終わっちゃうから、続けれる範囲内でやっていって、まあ、とりあえず、まず1年。 最低で、も1年で3年、5年でね、やっていくと、まあ、チャート分析も精度も上がってくるし、ね、トレードの、その、えー、4回、3、4回負けたとしても、1回の勝ちでしっかりと、まあ、トントンないしはちょっとプラスにできるような、まあ、トレードスタイルみたいなのも確立してくるしね。はい。まずは、まあ、続けることが大事かなと思います。えー、高橋ちゃん、こんにちは。えー、様3万2円ショート持ってて、えー、生還してます。あいいと思います。勉強させてもらえてて、ガシャガシャせずに、やだいです。 こちらこそいつもありがとうたかしちゃんツイッターでもねはいおおたまみんやきさんこんにちは休憩おおこの時間休憩めずらしいよともみんいつもともみん休憩1時やもんなあれかあのー、土日土曜日で忙しいからさっきあんた休憩いっといで的なやつかねえー、とーはすきょ今回の先はセリクラというには地味すぎるいやそりゃそうよまあけどセリクラが絶対起こるわけではないからねまあセリクラが起こる可能性は全然あったと思うけど ま、こっからの流れしてたよね。はい。まあ、こっからもう一段、ドーンと下げて、ドーンと返ってくる。ドン、ドんンのセリクラファーンっていうね。ファンファンファン、ポンポンポンポーンっていうのね。あのー、セリクラナイトプールパシャパシャみたいなことは全然あると思うけど。うん。まあん、僕はもう本当にそんななんか、データとかはもう、パトさんに任せてるから。<laughs> パドさんのダイ,ダイバージェンスに任せてるから。うん。 バトさんがあの言ったことを見ながら、自分のチャート分析と照らし合わせてふむふむぐらいで僕は思ってるから全然何ともあの思ってないけど、今現状はね。はい。えー、ダミー神さっぱりしてるそう切ったんです。もうね。ここにね寝癖ができたらね。もう僕気分なえるんですよ。マジで。もう。ここはね。もうカリッカリでありたい。もうここはもう伸びて欲しくない。うん。のの伸びんの。ここだけでいいんですよ。ここだけ伸びてってほしいね。 ここはもうこのままもう刈り上げのまま。もう刈り上げくんのままでいたい。一生。もう一生刈り上げくんでいってくれやっていうね。うん。見てくれやさいなも全部含めて。ですよ。はい。そうなんですよ。あ、翔平へい、こんにちは。翔平へい、こんにちは。待ってました。お待たせしました。おかーすけ、久しぶりちゃうか手は、えー、大丈夫なんかなまあ、手澤まで心配しだしたらもうね、無理よ。 うんまあまあ、USDT と USDC で分けて持っとくのはね、あの、分散しとくのはすごい大事だと思うよ。うん。まあけど、テザーが潰れたら、あの、もう多分ほんまに仮想通貨自体が終わるんでね。あの、終わりやと思ってくださいそこ、そこは。うん。終わりやと思ってくださいって終わりやと思ってる、俺は。はい。まあ、USDC がどうなるか分からへんけどね。USDC が保てない。まあ US D、USDT の座に USDC が、えー、座るみたいなことはあるかもしれへんけど。 まあだから、うん、分けて持ってったらいいんちゃうかなと思います。うん。えー、ハスキボー、あまり下げすぎると、それこそ仮想通貨する人が続、あ、じゃあ、仮想通貨離れする人が続出するの、この辺がいいのではと思ったりして悩んでます。うん、あの、もう仮想通貨する人たちはもうだいぶ離れてます。うん、もう体感でわかるんですよ。あのー、だいぶいません。<laughs> もう。 多分ね、アガサ・クリスティのね、あのー、小説みたいになるんちゃうかな。そして誰もいなくなったっていうね。うん、それぐらい多分いなくなると思うよ。はい。そうそうそう。えっ、ー、と、おまきちゃん、こんにちはこんちくわ。ねえ、こんちくわ、ね。昭和の匂いがする。ねえ、昭和集がすごい。ねえ、はすきばちゃん、のりおさん、えー、僕は初めて、えー、5日目で227万負けましたよ。何も知らず初めてなので大丈夫よ、そんなもん。俺仮想通貨始めた初年度なんで、ねえ、年収ぐらい行かれてるから。 あお <laughs> 大丈夫生きてて大丈夫だよみんなね生きていこううーんえー、っとトモミンファンクラブ会長だから気づいたで、ね、いやさすがファンクラブ会長ねえ久しぶりに紹介するけどあのトモミンっていうのはね投資は一切してません僕のファンクラブの会長、えー、やってくれてますはいツイッターでもねちゃんとあのー、プロフィールのところに結城ファンクラブ会長って書いてるから 誰が興味あんねんほん,、ま、ほんまにねはいでリーダーが隣でうきさん見てたということでありがとうリーダー元気トモミーにちゃんと休憩しさせてあげてねはいあのあとキッチンはあの涼しくしてあげてねお願いしますおっドムちゃんこんにちはえー親方こんにちは、ね、ーええー、っと何度かかそってますよね何度もかそってるよもう僕これ YouTube 上げ始めてもう4年か丸えー、っと5年目とかになると思うねんけど 4年目なんかちょっともう分からんわ <laughs>。一時つけてない分からんけど、あの一番古い動画見て何年前になってるか知らんけど、4年か5年や。<laughs> もう1年ぐらいもう俺の中ではビサや。<laughs> もうビサやけど、3年超えてからはもう分かりません。はい。わかりませんけど、4年かもしれません。はい。もう何度かそったか。はい。まあ、けどね、結局みんな値、ね、動きしだしたら戻ってくるから、もうやっと思ってる。だからもう僕はもう毎日上げ続けるだけ。ね。 そうなんですよえー、とたらこの弟子あーすごいなぜ弟子にあれかなたらこたらこたっぷりたらこの弟子なんかなおーはじめましていつも見てますありがとう。ねえたらこちゃんの弟子ちゃん。ねえたらちゃんの弟子ちゃんじゃないよねーはいいしか言えへんもんな。それはいくらちゃんですーか。 <laughs> なんちゃらですのタラコちゃんタラちゃんね。おえー、おくみちゃん、こんにちは。おはようございます。えー、ちえちゃん、ファンクラブ入ろうかなああ、あのー、自由に入れるんです。あの、特に、あの、決まったもんはないんでね。あの、勇気のファンクラブだって言えば、あのー、入れるので、あの、ぜひ入ってください。<laughs> かすけ、えー、レバヨー資産は DC と DT と分けときます。うんでいいと思うよ。うん。もう、それでね、もうどっちも解けたら、もうしゃーない。もうしゃーない。 <laughs> もうそれで溶けたらもんしゃあない <laughs> それでもう DC と DD 両方ともねあのペグ外れましたとかなったらもうしゃあない <laughs> もう仮想通貨やってる人の宿命やもうそれは <laughs> うんもう諦めてください <laughs> 僕も諦めます、はい、あうーちゃん久しぶりやなえっ、ー、とともみんキッチンマジで今日は死ぬ気でいやほんまそうよあのちゃんと首にね濡れタオルとか巻いてねあの熱中症対策はしてくださいよ、えー、ううちゃんこんにちはセ、えー、ラ18円まで来てくれたら理覚できそうおおいいね そそうそうあとアバランチが上がってるんかななんか噂に聞くところによるとねええー、お兄ちゃん3日前にリビングのエアコン壊れて汗だくでアイロンがけないや今ねしかもねあれよあのエアコンの修理とかも結構大変やし半導体不足やからエアコン自体がないのよね在庫がねあと冷蔵庫とかもないしねあの皆さんお気をつけくださいよ はい。まあ、そんな言ってたらもう20分ぐらい経ったからちょっとチャート分析進めるわ。ちょっとみんなと喋ったらもう一生終われへんくなってまうからな。はい。で、今ね、こんな感じ。えっ、ー、とー、まだビットコインやで。うーん。あの、遅いな、音やろ。もう20分も喋ってるのに、まだもうビットコインのチャート分析終わってないね。うーん。<laughs> だからビットコインのチャート分析していけど。今、現状がね、ま、あ逆算、右肩下がりの逆算が、ま、あ一応、イーサリアムが主導。今に関しては。 まずっとま足引っ張ってきてすんまへん言うてさっき行きますわー言うて上がってったわけよ今でビットコインに関してはまだ否定型まで見れるというかまだうーん肯定もされてないような感じかなうんっていうところです今ちょうどまネックライン上にいる感じかなと思いますなんでまだ言っても昨日言ってたね直近のこの安値に対するえごめん高値高値に対するところで止まってるから全然まだこのダブルトップはだ ね、ダブルタップね。略してダッダッ。しっかりあのー、下先を噛んでくださいね。あの、th の発音のイメージ。ダッ、うん、ダッダッダに関しては、まだ全然否定されてないから、ここ終わってきたら、どっちみちしたっすね。と思ってます。はい。そうなってくると、また1万、うん、8000? うーん、7000とかね。この辺りまで落としてくるんじゃなかろうかと。 まあ一応このね、チャンネル上の、えー、加減も含めて、直近のね、実体験とかも含めると、まあ17,9800ぐらい。まあ約18,000円、ね、この辺りは見ざるを得ないからというところですね。はい。短期的に見たらね。で、しかもまあこのダブルトップの威力幅的に見ても、そんなもんなんじゃないかなと思ってるけど、まあこれはちょっと今、目算したけど。ま、あこんだけ幅のダブルトップやんか。 そんしたら、そんしたら、まあネックラインから、うん、ほら、ぴったりやん。ドンピシャ。ね、ドンピシャを、ドンピシャをなんでね、まあ1万8000円ぐらいかなっていう感じかな。で、1万8000円の動き見て、1万8000円サポートされるんやったら、まあ次期待できる形になるんとしたら、もうここからもうお絵かきが出ただの。 まあ、あダッバーですよね。ダッバー。ね、しっかりと下唇噛んでくださいね。ダッバー、うん。僕のダブルボトムの棒は、あの、方に点々じゃなくて、あの、エヴァンゲリオンのバーやから、バーと一緒。だからもうしっかりと、ダッバー。うん、下唇噛んでほしいんだけど、ダッバーですね。に期待するかどうかっていうところになるかなと。で、ま、あそこも終わってくれたら、ま、あ結果的にはもう先言ってみたみたいな未来が見えてしまう。感じを、ま、あ下に関しては見ていくかな。はい。 まあもう永遠にそこ見えないってなると不安になるやん。だから僕はできるだけ、えっ、ー、とー、まあ直近どっか見られへんかなっていうところは探します。はい。まあただあくまでそこで差しに入れるとかじゃなくてそこの動きを見て、えー、サポートがあるのであれば入っていくみたいな感じかな。感覚では見てますよと。はい。で、そっからなよ。短期的な動き見ていきたいねんけど。一応、一時間足で見ると、さっき言ってたね、そのー逆三層オツンツンチャートの ネックラインっていうのは超えてます実体ではねまあこれが逆三層ねおつんつんチャートですあえてねちょっととんがらして書くわあの YouTube さんにねあの下ネタじゃないんやでっていうの分かってもらわなあかんからちょっととんがらとんがらがらしてガラガラガラしてねガラガラヘビがやってくるお腹を空かせてやってくるですねえ今のはちょっと一回忘れてください置いときますガラガラヘビは今置いときますトンネルズさんすいませんはい失礼しますはい で、えっ、ー、とー、こんな感じよ。で、えー、実体でね、ここでは抜けてんのよね。ここ抜けてる感じ。ただ、まあ、さっき4時間してみた通り、直近の高値は割れて、えっ、ー、と、抜けれてないので、ここからのダブルトップはしっかりと警戒はしとかなあかんと。で、なおかつ、これちょっとね、1時間してたら分かり、分かりにくいねだけど、ここのチャンネルね、ここチャンネルめっちゃ効いてんすよね、ここ。めっちゃ短期よこれ分足レベルね。これ30分足してたらわかんねんけど。よいしょ。 これね、三十番紙見て、見てみてちょうだい。見てみてちょうだい。見てみてちょうだい。ね、えー。下に関してはバキバキですね。三点。1,2,3。慣れたら四点ね。1,2,3。ね、えー。で、上は二点、えー。きっちりと、えー、ライン上ですよ。というところなので、ま、あこのチャンネルでいいでしょうと。はい。 なので、えっ、ー、と、このまま、えー、このチャンネルの加減割ってくるんやったら、30分足の 200EMA とかね、200MA、このあたりも割ってくるので、まあ、一旦このね、ネックライン付近試しに来るんじゃなかろうかという感じにはなりますよと。はい。まあ、要は2万ドル付近ですね。まあ、2万2、300ぐらいかなかな。うん。まあ、一応このね、よ、え、い、ー、しょ。三ンゾンって言われた時のネックライン。 この辺りは、えー、まだ残してるのでこの辺りのサポートを見ていくんやけどまあこっから2万2300ドルぐらいから2万ドルまでぐらいはもう様子見ですねはいでここの、えー、2万、えー、割ってくるんであればやっぱり下なので基本的にはね下目線が強まってしまうのでそっからはまあ一応1万9500っていうところはチャンネルの中央線っていうところは注目しつつ、えー、基本的にはさっき言ってた ここですね。チャンネルの加減1万8000。ジャスティスぐらいジャースティスぐらい、うん、ごめん、今ちょっとイヤホンしてた人耳痛かったかもしれないけど、ごめんな。あの、手話の性能を信じてる。あの、ちゃんと、あの、出っ張ったところをってくれるから、多分 <laughs> 多分な。はい。そう、なんで、空前絶後のジャスティスぐらいまで落ちてくるかなとは思ってますよという感じです。はい。で、僕の中で、えっと、このままね、こう、ズルズル。 このチャネルの上限の線はずるずるこうね落ちてくるんであれば最終的にはえーっとちょっと1時間足戻すけど1時間の足に戻すけどここっすねこのよいしょ30分足のこのチャネルのここね交わるところこの 青いチャンネルの上限と、ここの30分足の、えー、チャンネルの交わる部分っていうところは、ちょっと見ていきたいなというところですね。ここの。まあ、横軸的に考えての話ね。横軸で考えたら、えー、ここまで落ちずに我慢したら、ここは一旦えっ、ー、と、ロング入れたいなというところですね。2900ぐらいかな。うん。 で、これなんでかっていうと、えっ、ー、と、ただ単に、このチャンネルとチャンネルの交わるところじゃなくて、これ面白いのが、4時間足に落とし込むと、そこのラインをね、これ多分ね、よいしょ、こういう感じで、多分 25UM のサポートも確認できる感じになるんですよね。だから、どっちみち、この先の30分足のチャンネル加減割れは、ちょっと痛いと思います、短期的にね。 短期的に25円目の、えー、再びね、えー、割り込むことになるので一旦それこそさっき言ったみたいに2万200300えっ、ー、と2万このダブルトップのネックラインになるであろうラインをえっ、ー、とタッチしに来る試しに来る形になるんじゃないかなと思うのでまあほんまに土短期スキャルピング的に考えるんやったら30分足のこのチャンネルの加減割れは一旦えっ、ー、と5600ドル幅ぐらいかなのショートは取れるんちゃうかなっていう感じだねうん入るところによればねはい ま、あそんなところで僕のところから今見ておりますよと。はい。ただまあこのまま、えー、イーサリアムの後を追っかける。こっから難しいっす。正直。あの、イーサリアムの後を追っかけるパターンもあるし、あの、イーサリアムが先走るけど、ビットコインが急落することによって、後々イーサリアムが落ちる、えっ、ー、と、落ちる幅は合わせてくるみたいなことは結構あったりするので、イーサリアムが抜けてるからといって、一概にいいビットコインもここ目指してくるんでしょっていうわけにはならへんとは思ってます。 はい、ただ、まあ、よくあるパターンではあるので、イーサーが先に、えー、先行することによって、えー、ビットコインが、えー、追従する形、うん。で、考えたら、まあ、2万3000ぐらいの上昇っていうのは全然あり得るのかなっていうところですね。はい、で、しかも、まあ、この逆算損。 おつんつんチャートの威力幅的に考えると、まあたい2万5千っていうところは目指せるような形には出来上がると思うので、まあ2万3千来たら、まあ基本2万5千がターゲットになるかなと思います。はい。で、ここから面白いのが2万5千まで来るとチャンネルの上限試しに来るよねと、期待ですよねというところですね。 はい、なのでここまでは、えー、ターゲットやけど一旦ここは理覚した方がいいと思いますチャンネルの上限なんでここからの落ち幅で考えると十分に,、えー、理,覚に理覚を検討するに値するかなと思うので、まあ、ここはしっかりと、えー、検討するべきポイントになるかなと,ありがとうございましはいということでビットコインはこんなところでいいでしょうかえー、っとどこやともみん笑い えっと、おまきちゃん、火曜日にお乳を設置予定。すごいやん。まあ、けどね、そのサイズによってはあったりするのよね。はい。サイズとかメーカーによってはね、あったりするからね。はい。いいと思います。たまに、ばーの発音好きそう大事よ。あの、うにてんてんの時はもうやっぱりブーになるから。えバヴァンゲリオンやから。えヴァンゲリオンし、ダッバータムやし、うん。そこはしっかりとね、あの、勉強した方がいいと思う。勇 <laughs> 気有機的なね。はい。えっ、ー、と、ててちゃん。 ててっちゃん。まきさん。我が家もリビングのクーラーしくつぶれて真相。そして火曜日設置お揃いです。おお、いい、すごいやん,、うん。デスティニーやね。運命感じちゃうね。おー。いいですね。えー、っと、おっかいさん。みなさん、ゆうきさん、こんにちは。お久しぶりです。やったら、信や、ひそびゆうきさんの新鮮な声聞けて、うー、あげです。おーいいですね。はい。まあ、新鮮なのかどうかもう取れ、まあ、今みんなが聞いてる声は2秒後ぐらいの声やと思うので、まあ、取れたてピチピチですよ。 <laughs> いつもの動画やっぱ1時間ぐらいね、あの、ちょっとこう冷凍処理してからみんなにお届けしてんねんけど、まあ、ある意味新鮮な声をねと、お届けできてよかったです。はい。えー、プーズちゃん。えー、裏タッチングロペス、ワグナーはまだ有効ですかえー、っと、裏タッチングロペス、ワグナー,あー。ワグナーはね、それはね、あのー、ウェイクアップガールズの、あれですね、ファンの人たちの故障になるのでね、ワグナーね。はい。 ちょっと僕にはちょっと裏立チングロペスワグナーっていう言葉ちょっと存じ上げてないんですけどえっ、ー、とーまあいいでしょ融合でしょう,うーん <laughs> はいえっ、ー、とー親方何気に関西の人ってトンネルズ好きよねトンネルズ好きっすよ別に嫌いではないかなうん全然えっ、ー、とともみん最近昼のライブ見れるのってデスティニーやんねフフフよかったな <laughs> 運命感じてんねんな、はい あ、夏のサークルちゃん、久しぶりやね。暑いね、今日ね。僕はクーラーの中で涼しい、涼しいというかちょっと寒かったけど、今。はい、今日さ、まだもう完全に梅雨明けも宣言されたんかいねえ。梅雨も明けて、いいですね。そろそろ僕もバスボート乗りたい。ねえ。えー、しんちゃん、こんにちは。今は難しいぞこれですね。あー難しいよね。ねえ。 えー、ダーシュちゃん、ええー、よっていうことでね、何かを許可していただきまして、ありがとうございます。ブラックコーヒーで一息、ともみ。ねえ、ブラックコーヒー飲めるとかほんま、大人やな。親方、あ、俺も日本代表の、えー、ロペス・ワグナーが元ネタだと思ってました。あ、そういうこと違うね。ロペス・ワグナーじゃないね。もっと前やねん、多分あのね、なんちゃらロペスって流行ったのがね、僕、小学校の時なんですよ、多分僕のね。 僕の小学校の、えー、とクラスで流行ったのが多分ね、ロペスやったんですよ。なんちゃらロペス、なんちゃらロペスって言ってたんですよね。うん。だから多分ロペス・ワグナーではない。ロペス・ワグナーなんかなロペス・ワグナーの日本代表のそのロペス・ワグナーちゃんがいたのっていつぐらい そう俺とかはもうあれやからあのフレッシュ2個にあガ、のー、ムシロ2個入れてるからもう全然あの下が子供なんでねそうあと数字まだギリギリ間に合うんちゃうかあの乗り切れるぐらいちゃうかもう真夏になったらマジ無理やからなそうそうそうギリギリ乗り越えれる範囲内かなと思ってるけど じゃあそのちょっと頑張ってるイーサリアムちゃん見ていきますかさあまああと10分15分ぐらいで終わり終わりたいのでね先にちょっとイーサリアムリップルとちゃ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 っと終われちゃおううんーどうでしょうねどうでしょうっていうところですけどもまあイーサリアムがおむむむってねうん めめってね、もうあのカビラ自衛出てくる感じになるんやったら、まあ一応、この白のチャンネルね、白のチャンネルの中央線、中線と、えー、直近の安値の切り下げラインの黄色のトレンドラインが交わる部分やな。なら1350とか上抜けれるんやったとしたら、うーん。 1,700弱ぐらいまでは見れるんかなっていう感じになるよね。だから段階的にはね、だから1,300超えから、超えてから1,600、700ぐらいまで見て、ちょ、見やすいようにちょっと丸印つけとくけど、ここ越えね。ここ超えからの、ここみここみちゃん。ね。え、で、からの、 やなーこの辺とかも抜けれたらもうほぼほぼなんか上目線強めてもう結構上値落し出てくんじゃねえのってなるけどね。2300かなだかこのレジスタンスこの辺りのレジスタンスラインをこういう感じでね「団子三兄弟団子ってできたらあの勇、ー、気も単語を踊り出す感じにはなるんじゃないかなと思うけどね。 うーんまあけどだいぶ頑張ってはいるよね4時間して見てもねイーサリアムはねよいしょもうちょっとこうアッアッピングするけどうーんまあけどほぼほぼこの右肩下がりの逆三層をツンツンチャートに関してはまあ隠ってるよね うん、ただ、ここなんよ、今、結局ね。直近のこの戻ってきた高値、2点抑えられてるポイント、だ、ま、い、あ、たい1250ぐらいかなと思うんだけど、そこで抑えられたわけよね。だから、みんなが今ログ、もしいいサでロング狙っていくんやったら、もうどう考えてもここしかないよね。えっ、ー、と、チャンネルの上限タッチ、裏タッチングロペスのパンパースガロペスワグナーですね。裏タッチングロペスワグナーのパンパース街もうちょっと長いから略させてもらうけど、裏タッチングロペスのパンパース街 なんで、まあ、あ1150ぐらいかな。この辺りまで落ちてきてくれたときは、えー、4時間足の 25EMA とのカラミティを確認しながら、サポートを確認しての、ウ、え、ォ、ー、ングですよね。ここ、ロペス・ワグナー外ですよね。かなと思うけどな。ロング狙えるとしたらね。か、はたまた、もうこの、えー、1250上抜けからの、えー、裏タッチングロペスのパンパス外で、1500まで見ていく感じだね。 もう 200EM は多分ね、理覚検討するに値すると思うので、ここは一旦利確理覚していいと思います。うん。まあ部分的に理覚でもいいしね。まあ要は自分の利益を確保した状態で、えー、次の上伸びを狙っていく感じかなと思いますし、まあ上抜けた後も再度入るタイミングは絶対出てくると思うので、まあここでね、サポートを見てちゃ入っていくでもいいと思うし、ここは理覚検討かなと思います。で、この逆三尊の、えー、威力感。 えっと、エネルギー感で言っても、まあ、1500ぐらいが、ま、そこそこかなっていうところなんで、まあ、それぐらいでいいんじゃないかなというふうに思ってますけど。はい。ドエスすね。ま、あただ、まあ、これね、面白いやろ。だから、今までさ、イーサリリマンがど、もう、さん、もう散々の散々足を引っ張ってきたんですけど、ビットコインは今、今ここなんですよ。ここ。ここでダブルトップかどうかって言われてるんですよね。 ただ、イーサリアムで見ると、まあ、ほぼほぼダブルトップは否定されてるんですよね。だから、こっから見られるパターンとしては、こっから、こう来て、こう来て、こうなんですよ。こう来て、こう来て、こう。だからもう、ここを、こう、こう、こう。そしたら、ここが、こう、こう、こうっていうね。あの、つかちむがの、えっ、ー、と、えっ、ー、と何、何ええー <laughs>、なんて言うんだっけ。<laughs> 一発ネタじゃねえわ <laughs>。 <laughs> ちょっと忘れたけどえっ、ー、とまあそうなんですよはいなのでそうなんですよ <laughs> 何がそうなんですかもうちょっと自分でも分かってないからまあ一旦そうなんですよはいまあただまあこのね狙っていきたいのはここなんですけどまあ結局直近のねこの高値県 とかの裏タッチですよねまあ要はロールリバーサルってやつですね。このあたりも含めて考えていくので、まあ、チャンネ,ネル上限ちょっと届かん可能性もあるかなと思うけど。ただね、やる形はそこ。25イ M、mm、も絡めて。で、そこ割ってくるんやったら、今度は3ゾーン見ないといけなくなってくるんで、一旦様子見かなと思います。3ゾーンの形を作られるのかどうかっていうところを様子見。で、再度ここ割るけど、ね、25イ M、mm、も含めて絡めて、ここで戻ってきたとき、 ここは多分ね、えっ、ー、と、勝っていいブレイクアウトになると思うので、ここは狙っていっていいかな。はい。と思うとる次第でございます。イーサリアムは以上です。うん。まあ、一時間してみるとね、もう一段階見やすくなると思うんだけど、だからここやね。ここは狙っていきたい。かなと思います。1150、60、喜んでくらいかな。うん。 この辺りの裏タッチングロペスのパンパースいは狙っていきたいなっていうところですね。はい。回ってくるんやったら、えー、ちょっと厳しくなるけど、まあ一応ね、1時間足レベルで見るともう一段見やすいのが、ここの逆三層ですよね。この逆三層のネックラインの裏タッチっていうところもあるから、まあ1110、20ぐらいかな。この辺りも、えー、もしかするとサポートは見ていいかなと思います。はい。で、ここで入るのが怖い場合は、 このチャンネルの上限に再度上抜けをかけてくるこのブレイクアウトですね。ここは一つ注目してもいいのかなとは思います。はい。ただ、基本的には、えー、チャンネルの上限割れは基本的には僕の中ではチャンネルの中線と直近の安値ですね。このあたりが交わってくる1040、5十、30ぐらいかな。このあたりまでの下落っていうのを見ていって、 で,で一時的に反発したとしても基本的には三存を描かれるような形になると思うのでまあ否定するまでは待つかなロング打つのがねはいで基本的には三存割れた後は、えー、シナリオに従って基本的には下目線を強めていくという感じになるかなというふうに見ておりますよはいあと十分なんで、えー、リップルいきますリリリリリリ

リップルがね、やっぱね、最近ね、めっちゃ素直にやっぱラインは効くんすよね。チャネルの上限とかね、加減。まあ、ライン関係が全体的に効いてくるイメージが強いかな、リップルはね。ううん。うん。うん。うーん。 むずいな。リップルどうしていくかね。まあこれ今間違って6時間しなったけど間違ってもないけど。まあけどリップルなこの綺麗なこのねソーサーボトムと言っていいのでしょうか。このライン綺麗に決まってるのでまあ例えばやけど。 えー、0.41とかかなと思うねんだけどこの直近のこの高値ですよねここすげえ抑えられてるような感じに見えると思うねんだけどこの上蓋ここを抜いてくるんやったら上じゃねえってなるけどな上だねっつってね上だね上だな,上だな,なっつってなると思うねんだけどなと思ってるけどなウェンダー n イントゥナー うん。<laughs> なんでステンバイミーが出てきたかはちょっとわかれへんけどうん。そうやなぁ。まっ、あ、けどなぁ。ちょっと冷やしてみようかなよいしょちょっとお腹減ってきてん。 だから多分頭回れへんくなってきてんねんな。うーん、まあけどそうやんな。だから結局、この冷やしレベルでのこの形、今作ってきてるわけよね。リップルちゃんでいくとね。だこういう形を作れるんやったら、まあ一つ、まあ逆三尊的な意味合いも込めてね、上見れそうやなっていうところはあるけど。うーん。 今けど、売られやすいポイントにはおるっていうところよね。だからやっぱりチャンネルの上限っていうところと、直近の高値、あ、ごめんなさい、安値。真逆やったな。安値の裏タッチっていうところも加味すると、やっぱり売られやすいポイントにはいけるよねっていうところなんですよね。まあそうなってくると、まあ最終的に到着点というか、えー、注目したいのは0.23なんですよ。落ちてきてくれた場合はね。落ちた場合は0.23の注目、えー、注目はしたいなっていうところです。サポートは見ていきたいなっていうところ。 ただ、このまま上抜けていくんであれば、えー、0.43とかかな、この直近の高値圏、この辺りですよね。この辺りの抵抗を見つつ、ここ上抜けるんやったら、一旦ね、上値落ちは0.5ぐらいまで出てくるんですよ、0.5ぐらい。この… 大きく見た時のウェッジの上限ね。ウェッジの上限と、まあずーっと、えー、過去から、過去の動画から見てくれてる人やとわかると思うんだけど、リップルで言ってたところの、大きなディセトラがあったんだよっていうのを話してたと思うねずっと。まあそのディセトラの裏タッチっていうところもあるから、リップルがもう大きく上値落ちっていうのが出てくるのは0.5上抜けからやね、と思ってます。なので、それまでは基本的に短期やし、あの、もし、 あのの現物仕込むんやったららもうここの上抜けからでいいいと思います0.5の上抜けから現物仕込んでいくで間に合うと思うからそっからの方が逆に上の余地が出るからねだから今はあのある程度大きな何なて言うかな流れが出るのを待つ上への流れを待つっていう感じかなイメージ的にはねだから今リップルが見たいのはここへねこっから こう来てでここでまあ逆三尊、冷やしレベルでこのサイズ感での逆三尊が出てくれるんやったら多分今ね上豚になってるポイントっていうのは上抜ける形になると思うから結構大きめな上の余地が出てくるかなと思うのでうんまあ短期的にトレードするんやったら、えー、さっきみたいにね4時間足1時間足に落とし込んでいったらいいと思うけど。 まあそうじゃないえー、リップルの現物を仕込みたいんだとかね。あのー、レバレッジはもう基本的にそんな書けないんだっていう方に関しては、基本的に、えっ、ー、と、現物やったら今は買いはない,ないかなまだ買わないかなうん。ただトレードするんやったらどっちかっていうと今、ショートの方が打ちやすいとポイントにはなってるので、そこはしっかりと、えー、ケアはしといた方がいいかなとは思います。はい。まあ、ショートが打ちやすいポイントというか、僕やったらショート打ちたいなって思うポイントやから、だからここ上抜けてからの、 押しし目を買っっていいいたらいいと思うし、うん、なので今はまあえっ、ー、と打つんやったらショートで、えー、損切りはチャンネルの上抜けされたら損切りなので、えー、0.38とかかなと思います0.38とか上抜けられたら損切りでいいかな、うん、で次は押し目を、えー、待ってチャンスを拾っていくって感じかな うん、こんな感じのイメージで、えー、見とけば、まあ、基本的にリップルもトレードはしやすいかなというふうに思います。うん。まあ、そのところでしょう。はい。まあ、基本的に今はイーサリアムが先行中なんですけど、えー、基本的にビットコインが下がると基本で、あのー、どうしてもイーサリアムも下がらざるを得なくなると思うので、まあ、ビットコインの動きも加味しつつ、今はだから、 イーサ主導やけど、ビットコインの動きも鑑みつつのイーサのトレードっていう。このまど、お父さん、お母さん、両方ともま水、あ、戸方向はい、いいのかなと思います。ただ、イーサリアムは完全にね。逆三尊は決まってるので、まあ、それについていくのであれば、ビットコインもついて上がってくる。 えっていう形になると思うから、まあ、基本的にはビットコインの今の、えー、位置関係っていうのは注目しつつね、えー、逆算像がきっちり決まるのであれば、あのー、上値落ちはさっき言った、えー、チャート分析で落とし込んだね、えー、数値ぐらいまでの上値落ちっていうのは出るかな、出るかなと思うので、まあ、そのあたりを参考にしながら、えー、ポジションをどこまで持ったらいいのかっていうのもね、えー、ある程度の、えー、ターゲットっていうのも決めていていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、きっちり13時。 えー、というところで、えー、このあたりでね、そろそろ終わろうかなと思います。えーっとー、ポース、ポースちゃん、1997年。97年ってことは、25年前 ?25 年前ってことは、俺何歳 ?13 ちゃい ?10 ちゃんちゃい ?10 ちゃんちゃいって何年生 <laughs> <laughs> ちょっともう分かれへんけど <laughs> はいえーハースキーボーえー、桑田フューチャリングの時代遅れのロックンロールバンドしびれましたあー確かにやっぱ桑田さんって僕らの年代の人ってもうマジヒーローやからなえーっとうんうんるうんるまるるうんるまるるさんこんにちはえー熱中症には気をつけてくださいねありがとうございます皆さんも気をつけてくださいねしっかりと、えー、水分とってえー 熱中症になったなというか、ちょっと症状出てきたなと思ったらね、首の後ろ、脇の付け根、え、じゃ脇の下、えー、太ももの付け根、この3点をしっかりとね、冷やしてください。冷やして日陰で休んでくださいね。はい。えー、ともみん、これで午後頑張れちゃう。ゆきさんの、えー、力をはまらないよ。よかった。えー、午後から頑張って、えー。ててちゃん、おまきさん、そしてゆきさんにも、グッと、ありがとう。親、え、方、ー、ロペスは98年、フランスワールドカップあたりですね。中山、おう ジョー <laughs> ねフフフネカタマイゾーのオカエンマーキーですね。はい。えー、トマミン、えー、あるべき形をワンフレーズお願いしたいな。オッケー最後、決めて終わろうか。それだ一発ギャグなありがとうダッシュちゃん。うん、一発ギャグ。ねー。何をもうド忘れもいいとかやね。もう年も年やからな。これからちょっと脳トレもしていかないかも。えー、パジャン、ユウキさん、あなたは最高だ 1000万溶かして死にたかったけど元気出たよ。残り200万レバー50、えー、次は裏筋タッチングカウパー駅で突っ込みます。ああ、バーンされんねん。<laughs> そこまでの島で出たらわしバーンされんねん。YouTube にな。ああ、危ないぞ。ケア。ねえ。えー、っとー。はつきも、パー様、大切なの代表例では。 まあだからレバー上げるとねどうしてもねただそのいまあ気をつけなあかんのがまあそのねあのハスキーボちゃんが言いたいのはわかる分かんねんけど取り返そうっていう心、えー、心心理が働いているときはちょっとね、あのー、相場から一旦離れて一旦こう冷静に落ち着くのを待った方がいいかなと思うよばあちゃんねはいえー、ポンちゃん間に合ってない <laughs> もう終わる <laughs> 正解 もうある雰囲気でしたね。はい、もうありますよ。はい。惜しかったな。もういっぱい今日はチャート無責したから、あの、ぜひ、あの、アーカイブで見てください。ポンちゃんはね、あの、また、7が、ポンちゃんが、けど、俺は、あれで、いつでも行けやで、ね。ポンちゃんが忙しいって言うから、俺は、ポンちゃん待ちなだけ。うん。また連絡します。はい。えー、あいちゃん。えー、こんにちは。仕事中にポチっと。ありがとう、あいちゃん。頑張って仕事。えー、っと、どもちゃん。 イヤホンの中でマリ,マリオが駆け回ってるお危なかったな急にマリオ出てきて申し訳ないえー、そうこれは終わる雰囲気ですあルンズル久しぶりやなケツの毛までやられましたお <laughs> ケツの毛までやられてるけどケツのまだあのー、ねあれがあるから大丈夫ようんまだ大丈夫ね。 えー、日暮らしの泣く頃にステップ大阪巡り楽しみにしてます、えー。今日も配信ありがとうございました。お好きです。お疲れ様でした。カイさんお疲れ様でした。今日もありがとうございました。えー、外暑いので水分ミネラルしっかりと。ね、皆さん、あの水分補給はできるだけね、あのー、塩分がちょこっとでも入ってるやつにしてくださいね。はい。ということで、えともみんからね、あるべき形を。 リクエストいただいたのでどこから行こうかな。 では、えー、以上で、えー、今日のライブ配信終わろうと思います。最後は、ともみのリクエストが来たので、あるべき形、ウーバーワールドのね、あるべき形を少しだけ歌って、皆さんと、えー、さよならしたいなと思います。では、えー、土曜日、日曜日、皆さん、週末楽しんでください。えー、次の動画は月曜日でございます。今日の動画を見て、ライブ配信を見て、楽しかったな、面白かったなと。 えー、参考になったなと思っていただいた方、まだチャンネル登録してない方、ぜひチャンネル登録などグッドボタン押して、あとはベルマーク通知を押してね、えー、動画チャンネルの応援をぜひよろしくお願いいたします。ということで、えー、今週も一週間、えー、最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。また来週の動画でお会いいたしましょう。では、えー、最後はこちらでお別れします。でももし空から思い出が降ってきたら、まだ僕は悔しさで溺れ、 てしまうでも誰が僕のこの未来に絶望していたとしても自分自身が終わってないかどうかだろうあるべき形へねえ諦める日が来ても正しく諦めたいんだよもし投げ出しただけなら僕を許さないでくれ仲間だからこそ許さないでほしい ということで、また来週の動画でお会いいたしましょう。皆さん、午後からも頑張ってさよなら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 